部活動で嫌な先輩か、もうなんか体育会系とかやったらいるやろうな。あ、俺ね、でも部活先生が怖すぎて先輩死ぬほど優しかった。あ、言ってたな。そう、反動で。あの、一応これすいません、あの先にあのジョークなんで、あの皆さんジョークだと思って聞いてほしいんですけど、あのアメフトやってたんですよ僕で、はいはいはい、アメフト の、 あの顔のとこに網網ついてるじゃない、戦った時にメット的なやつですか。そう、メットのところに、はいはいはい、あの前に網網がついてて、まあ、それはあの他の人とぶつかった時に顔が壊れないようにするやつなんだけど、はいはい、アメフトの中で一番きつい反則っていうのが、その網網を手で掴んじゃうっていうのが本当に あの反則で、なぜかって、はいはい、なんか服も掴めないようになんかビチビチなやつになってるね、あれ。そうそう、まあ服は掴んでいいんだけど、あのそこのメットのとこだけは掴んじゃうと一番ひどい反則で15ヤード抜退って言って、もう一番ひどい、罰則を食らうんだけど、はいはい、それだけはやっちゃダメ。なぜかっていうと、首がもうあのもう掴むと首ぐんぐんなって、首が折れちゃう、折れて死んじゃうのよ。だから絶対にやっちゃいけないっていうレベルの反則なのね、っていうのを一番最初に先輩に教えてもらって、で、その後にその初日か2日目ぐらいの練習の時に、先生がちょっと冗談言ってはははみたいなことを言って、でその後に俺の頭をちょっとプンってね、あ、もうこれ冗談なんだけど、引っ張ったこうとした時に俺反射で避けちゃったのよ。そしたら、てめえ何避けてんだよって、あ、網網を掴まれてグワングワやられてあ、だからこの反則はやっちゃいけないんだ、死んじゃうやって思いながらグワングワされてあ、そうか、こうやって首は折れるんだって思ったっていうことが、あ、冗談なんだけどあったよっていう面白いジョークだ。めちゃくちゃ面白いでしょこのジョーク俺こういう面白話めっちゃ持ってるちょっと熱がこもってる。そうそう、やや体温を感じるジョーク、そう想像のジョークなんだけどねあ、だから死んじゃうんだって、本当に納得の反則。俺その反則現役時代一回もやらなかったもんラグビーだっけ、服がピチピチになって、つかめないようにピチピチの服になってるやつ。アメフトもピチピチよ、ラグビーの方が緩くないかな。多分アメフトは単純に中にアーマー着てるから、まあ、ゆるゆるにしてるとそこ引っ掛けられて掴まれちゃうから、基本的には全部ピチッとしてるね、試合のやつは。